今回は、この素晴らしい世界に祝福を3期第6話のネットの反応を紹介します。アクアに説教されてる。アクア様が正論。アクアに反省しろとか言われるの一生の恥だろ。悪用。すでに悪用してましたが。悪用はしないがエロいことには。親瓶。親瓶はさすがに昭和だろ。クリス露出度は普段と大して変わらないのにエッチに見えるな。強し運のカズマがじゃんけんで勝てない相手、一体何者なんだ。カズマにじゃんけんで勝つほど運が高いのにパンツはステイルされるのか。それがダメ神特性。絶好調である。なんで急にカズマ強くなって絶好調になったの？アイリスに会いたい一心でパワーアップした？仮面を渡した時のバニルのセリフを思い出せ。これ仮面の影響？あれ、絶対精神に影響受けてるよね。変な仮面に。バニル仮面が乗り移ってるわけではないである？カズマさんこんな強いの。乗り移ってはいない。テンション高まって絶好調になって魔力も上がるくらい。量産型バニル仮面の、しかもレアなブラック仮面、月夜につければ謎の悪魔パワーで魔力上昇、血行促進、肌もツヤツヤ、今のカズマさん魔力上がってる状態か。ドレインタッチ使ったあたりから月光調出しそうな BGM になってて草、基本バニルだが銀河ナム風味。ドレイン強すぎない。リッチーのスキルだからな、使えることがバレたら処刑コース。めっちゃ強いし汎用性高い。でもカズマさんは別に適性あるわけでもないから吸い取るのも上げるのも速度はそんなでもないレベル。ウィズがやると一瞬で干からびる。もつるぎさん。まつりぎさん。みつるぎじゃ勝てないぞ。ソードマスター、つまりヤマトだな。少年。銀髪の少年言われた。パッド入れてないから。スレンダーボディのせいですかね。男に見間違えられた。お頭は怒っていい。えげつない。汚いな、さすが汚い。胃袋に直接ラーメン4キロ並みに凶悪。原作では気管に入れた水を凍らせたカズマさん。えげつねえ。人間相手の1対1なら普通に強くね。この人。原作ミツルギは水で窒息しそうになってもまだ拳握って接近戦仕掛けようとしたからね。凍らせるまでいかないと止まらなかった。原作だとクリエイトウォーターで口塞ぐ矢印フリーズの極悪コンボで、マツルギ撃破だったんだがさすがに鬼畜すぎてオミットされたか。でもあれは初級魔法しか使えないカズマが少量の水でミツルギ倒すための策でもあるしな。カズマがあんなドバドバ水出したら違和感があるわ。アニメ見てて思ったけどあのウォーターの後にフリーズやったら確実に死んでるから仕方ないと思った。原作だと蚊を水没させる程度でミツルギが殴りかかろうとしてたからフリーズだったからまあミツルギが戦闘不能になるのが早かった。一応向こうも手加減なしで襲ってきてはいるんだけどカズマが人を殺しかねない攻撃やっちゃうのは少なくともギャグが重視されてるアニメではカットされても仕方ないよね。ギャグアニメでガチで死にそうな技はダメだよな。やっぱ笑えなくなる。マツルギさんの剣はもしかしたら神技でもなんでもないんじゃ。ガチの神技よ。カズマ戦だと使う機会すらないだけで。当たれば何でも切れる斬鉄剣。なおカズマさん相手だと振ることもさせてもらえない。カズマのおかげでスティールの対策も真面目にしてるのは好感が持てる。盗み対策では最大の仮想敵がカズマなだけでスティール対策は普通に必要だろうしよく学んでいる。相手が悪かった。スティール対策で持つのがなんで石ころとかじゃなくてカエルや冬将軍のぬいぐるみなんだよ。石は投げられたらそのまま武器になるだろ。かっこいい。めぐみんさん、キラキラですね。そういえばダクネスって魔女だったなってくらい久しぶりに魔女表現。アクアが敵側だとマジで厄介。味方にしてもいろいろと厄介なんですが。もしかして真っ先に封印しないといけない邪神なんでは。すごい重い指輪だった。おおやばいもんスティールしてた。バレたら婚約者になるのか。もうアイリス様のお婿さんになるしかないね。これはもう鬼カズマさんはまたアイリス姫と結婚するしかないですね。ガチで取っちゃいけないやつじゃん。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あれ？真面目なダクネスまるで女騎士系ヒロインみたい。SAO のアリスでは？おいおい信じる女神様にアイアンクローとは。ダクネスは自分が信仰してる女神様になんてひどいことを。神器奪ってからいきなりダクネスに説教シーンになってて、ってなった。アクアが、神器の封印をして取り返したから二人の正体に気づいてたダクネスがカズマの泊まってる宿屋に来て説教カズマたちが、神器の真の危険性とこの方法が最善と伝えるダクネスが、アイリスたちにその説明をして納得させるのがすっぽり抜けてたからね。カットしすぎじゃねさすがに。ダイジェスト風味とはいえ原作6巻を1応募はもかけてやってるんだよな。1クールをキリのいいとこで終わらせる、かつ各話をキリのいいところで終わらせるためにはカットしなきゃならんこともある。往生編アクション多いから映像にすると長いしかなりいい感じにまとまってたと思う。漫画原作だとアクション多いと短くなるから濃縮されると思ってたが文章ベースだと長くなるか。
ちょいちょいカットされたところはあったけど大筋は原作通りやってたよね。アイリス編死者選択はうまいと思う。ソシャゲ版確認したらまだ仁義つけてた。コミカライズだと仁義は別にあるんだよな。この辺の設定決まってなかったのかな。アニメだとその画像の後ろの飾りが仁義になってたのか。上シャマそんなにヤバくなかったな。おかしい。この人割と好きなんだが原作でもそこまで出番ないの？この後も出なくはないけど、クレアの相方以上にはならんかな。ダクネスが盗賊の正体に気づくシーンって別になかったよね。カズマと親友のクリスだから一瞬で気づいたんだろ。これはメインヒロインですわ。背格好と声でバレバレだぐらい言わせてもよかったかも。あれ？なんでアイリスにもバレてるんだ？むしろなんで他はバレてないんだレベルじゃね。ダクネスは一瞬で正体に気づいたのに他の奴らさ。盗賊の正体がアイリスにバレたのはそもそものカズマの振る舞いプラスダメ押しでダクネスが唐突に魔王討伐の話を始めたから、出会ってる？ダクネスが魔王討伐の話をしたのはアイリスがカズマを城に止めるとかまた来てねとか言い出すのを阻止するためじゃね？でもアイリスは最初からカズマに魔王討伐してって言いたかったんじゃねえかな。魔王を倒した勇者には王女を妻とする権利が与えられるならアイリスが魔王討伐してくれと頼むのは楽プロポーズみたいなもんだから恥ずかしがっていたと自分から言い出したダクネスはもちろん二人の反応からしてもレインとクレアも知らんのだろ。まあ全部考察だが。お兄ちゃん大好きだからすぐ分かったでよくね。うんまあそれで良いんだがダクネスと違ってアイリスは気づいたような描写がなかったからちょっと気になって。アイリスとメグミンが張り合う意味もわからん。恋のライバルで同族性ロリだから仕方ない。アイリスが銀髪のお頭様を好きになってしまったと言ったのは、直前にメグミンが仮面のカズマをベタ褒めして、その時カズマが浮かれてるから、嫉妬してわざと銀髪のお頭が好きって言ったんやな。深いわ。バレないようにちょっとそらしたくらいに思ってたけどそう考えると確かにしっくりくるな。その後アイリス X メグミンの仲良く喧嘩してるのとも繋がる。子供二人可愛い。よさないかメグミン、よさないかアイリス。メグミンの知能がだいぶ下がってない？この簡単作画が癖になる。王族は強い。冗談じゃなく本当に強いから困る。争いは同じレベルでしか。メグミンはレベル高い。アイリス様は腕力面で超強い。メグミンは魔力面で超強い。着々とフラグ立ててこんなのもうアイリスがヒロイン確定やん。普通のアニメならアイリスフラグっぽく見える。普通にアイリスとのフラグ立ってるよ。ダクネスは否定してたが一週間でアイリスはカズマさんに惚れてる。やきもち役メグミンが可愛かった。あれカズマと入れ替わってたアイリスと仲良くなったからこそのやりとりなんだな。このエピソードってアクア様酔っ払ってただけじゃない？自分でも言ってたけどオートには本気で遊びにしか来てないぞ。アクアは魔王退治について何か思うところはないのか。アクア様知力ダイスにたびたび失敗して自分が女神であること忘れるから。このスバ3期第6話のネットの反応いかがでしたでしょうか。カズマ通映会原作だと余計えぐいことしてて笑った。アイリスとメグミン可愛い。ダクネスは実はまとも。アクアは基本飲んでばかりなショーだった。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。